2019年の福岡ソフトバンクホークスでは、2019年シーズンについての福岡ソフトバンクホークスの動向をまとめる。この年の福岡ソフトバンクホークスは、工藤君康監督の5年目のシーズンであり、3年連続10度目の日本一に輝いたシーズンである。江川千秋、赤石武史良選手が相次いで、脊椎前内視鏡ヘルニア摘出手術を受け、いずれも、 復帰までおよそ3ヶ月となった。投手陣では、前年から怪我により、戦列を離れている、和田岳、岩崎翔、石川修太、デニス・サファテラが戦列を離れたほか、前年ドラフト2位で加入した、杉山和樹がキャンプ中に、右足首負傷、さらにリック万ンンハー握も腰の張りにより、戦線を離脱。野手でも、主力の中村明が、 右原射筋筋座症により先線離脱の後、自律神経失調症と診断され、復帰の見通しが立たなくなるなど、怪我等による主力選手離脱が相次いだ一方、オープン戦で活躍した川原博之、周東 UK の領域性登録選手が開幕直前の3月26日に支配下登録となった。河原は4年ぶりの支配下登録、周東は 初の支配下登録選手となった。オープン戦は9勝5敗1分で、勝率では広島に次ぐ2位となった。なお、3月9日に開催されたタイヤクルト戦は、タマホームスタジアム地区後におけるオープン戦初、開催試合となった。セーパ交流戦本節では、前レギュラーシーズン終了から本シーズン開幕までの支配下選手、育成選手の登録、 抹消について記述する。なお、抹消の挙手は、球団職員または、スポーツ関係、芸能関係の職業に転身した場合等、挙手が、公のものとして扱われるもののみを記載し、空欄は前述以外の一般職業に転身もしくは、挙手不明を示す。また、対談区分は自由契約、任意引退、詳細不明である場合については、記載しない。本節では、 今シーズン開幕から終了までの入り対談について記述する。色付きは規定投球回数以上の選手色付きは規定打席以上の選手。ありがとうございます。